はい、イヤホイチューブ、どうなるんです。さて、今日もね、ヘアスタイル解説やっていこうかなと思いますが、今日いただいた中の、ジョンウォン君、ヤンジョンウォン、韓国の、A-何人かやってるね、の、若いね。19歳。うん。19歳。若っ。リーダーなんでしょ、でも。なんか書いてあるけど。うん。まあ、彼のヘアスタイルをちょっとやっていこうかなと思います。はい。で、まずこの髪型からですね。うん。まあ、何もない。別にセンターパート、ツーブロないセンターパートのだけです。はい。髪質、まあ、普通。で、前髪のところにハイライトちょっと入れてるかなっていうのぐらいで。ね、ここだけ立ち上げて。俺の刈り上がってないのと一緒みたいな感じだって。まあ、あとセットがね、こう立ち上げ、ワックスっていうかスプレーとかだけだと思うけど、ワックス立ち上げて、あと毛流れこっちにこう、ドライヤーとかでピーって流して。でも写真だからあれだけど、右側だけこう、ちょっとおでここの辺見せてるような感じでこう、ピッて出すでしょ。で、こっちだけこう、ここを下ろすでしょ、ピーって。うん。ってやってるぐらいな感じだよ。うん。俺刈り上げてるけど、これ刈り上げないで、っていうようなバランスとあんま変わんないんだけど。うん、そんなに実際変わんないと思う、うん、何が違うかって言ったら、まあ、顔が違うっていう大きなところがあるけど、まあ、それぐらいだよ、うん、そんな大して変わんない。あとはセットの違いだから、あと 音落ち着かせるか動かしてるかっていうだけで、そんなに変わんないかなっていう気がします。うん、みんなこの髪型にするときセット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 って言うじゃん。いや、カットってあんま変わんなくて、みんなセットで作ろうとするよね、やっぱり。うん。でも結局これってさ、こう写真、うん、写真に向かって、要は、こっちがさ、カメラ目線だとしたら、こう向い、よう分からんけど、こうか。こうなってんのか。で、こっちがおでこ見えてて、こっちが下ろしてるっていう感じでしょ。うん、別にそれだけの違いで、ここだけ下ろしといて、で、結局これ1分歩いてたら多分崩れるからね。うん、そんな変わんないから、正直。うん、その瞬間だけ良くても歩いてたら見え方違ってくるから、そんなにセットにね、やり込んでもすぐあれだからね、ジェルとかで固めない限りは基本こういう髪型は動くから、うん、要はカットをどうちゃんと切って、毎日毎日そんなにセットしすぎなくても髪型をしっかりキープできるかっていうカットの違いだからさ、うん、と僕は思う、うん、まあ何でもいいんだけどね、それは良かったらと思います。はい、で次この時可愛いよね、この子顔がね。なんかさっきのセンターパートの時もあるけど、BTS のジンくんにちょっと似てんじゃない？なんとなく、なんか系統が似てる気がする。うん。ジンくんの方がかっこいい感じのイメージだけどね。可愛いけど、まだ、うん。なんかかっこいい方のイメージがする。うん。ジンくん好きだけどね、結構。BTS は。うん。で、この時なんかツーブロのマッシュ、シンプルなね、マッシュだね。この子別におでこ広いって、まあ広いか。広いっちゃ広いね、おでこはね。うん。別にその、ハゲてるとかではなくて、顔的に整っておでこが広い、綺麗な形してるから、マッシュよりも、こうちょっと、おでこ出してた方が似合いやすいと思うけどね。うん。こういう子は。まあ、ツーブロマッシュで、ね、下、赤いところ、短くして、まあ、襟足のところだけちょっと残してね、残し気味にして。ちょっと残す、後ろの部分は。そうすることによって前から見える。
バランスを保ってるっていう感じで、上からもう耳ラインでパツッともう目にかかるラインでやって、要は結構さ、このつむじ付近から前にこう前にセットしてるじゃない、前に、要はここ前から見た時にもう前ね、要は相手から見た時にかなりこうこっちから持ってきてるイメージがあるじゃない。うん、まあ、これってしかも特におでこが広くて前にこうやって持ってきてる人ってなんかなんだろう、この髪型とかもそうだけど俺若干ハゲに見えるんだよね、見えちゃう、そんなそうじゃないの、うん、ハゲに見えちゃうってハゲが悪いとかっていうわけじゃなくて、なんだろう、なんかバランス的におかしいような感じになるから、うん、そう、俺もまあおでこどっちかっていうとちょっと広い方ではある、うん、からあんまりね、おろして特に髪が柔らかい人とか細い人とかでこうアイロンとかしてこう濡れた感じにね、オイルとかで見せるとよりこう束感ができて隙間が出やすいから、うん、なんか髪のセットとしてはちょっとバランスがおかしいかなって気はするけど、うん、まあそれはねもちろん好みだったりとかするからいいんだけど、あとはまあパーマするかアイロンするかは美容師さんと相談して決めてもらえればいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん、ちょっと分かんない、彼一緒の顔なのかどうなのかちょっと分かんないんだけど、俺多分そうだと思うよね、これ。だからまあ、彼みたいなお顔やつ、おでこが広い人は、センターパートとか、おでこ出すスタイルの方が似合いやすいよって、まあ、セットするときも、セットするにしても、前からやるんじゃなくて、ちょっとこう分けたりとかね、うん、バランス、ちょっと短くしたりとか、の方がいいかもしれないね、バランス的には。はい。で、この時。この時なんかよくあるパターンだよね、短め。ね、甘めの2ブロックのセンターパートよくあるパターンですけど、これなんかもさ書いてある通りダウンパーマーしてるじゃん、そう、もう分かりやすいじゃんこれとか、すごい写真見て、要は上の髪のセンターパートってさ、もう毛流れがこうこっちに来てるじゃない、後ろに、でも下の部分ってさ、青の部分ってピターンってなってるじゃない、だからもう上下でセットを変えてるんだよね、うん、要は2ブロック甘めの2ブロックで切った時にもう上は外しといて下だけこうピターって押さえて、で上の部分は上の部分で毛流れ一個ちょっとずつ作ってって、でここだけ立ち上げて、まあ明らかにさ、ここがペタッとなったのにここだけボリュームがふわっとなってるじゃない、まあこれってちゃんとドライヤーしなきゃボリューム出ないし、なんだろう、まあボリューム出ないっていうことはないと思う、髪質によってはね、うん、でも下の方を押さえて上とこうセットを変えてあげないと、どう考えてもこのセットってできないからさ、うん、だから別にみんなでもそうだけども、ちょっと5分時間かけてちょっとセットすれば別にそんなに難しくできないことはないんだよ、別にカットなんて、だってさっきも言ったように2つの2ブロックセンターパートを上からかぶせて下はダウンパーマで短くしてやればいいだけだから、別にカットなんて大したことない、うん、ただそれをセットでそういうふうに見せてるっていうだけ、うん、そんなに別に、うん、って感じだと思う、うん、立ち上げとかね、そういうのがかっこいいって、もう一つ一つこれと全く同じにしたいって言うんだればもちろん頑張ってもらえればいいんだけども、もう髪質によってね違う違わないとかいろいろとあるから、そこはまあ美容師さんと相談しながら自分に合うバランスだったりとか、2ブロックが本当にいいのか、もし2ブロックに しないでこういう風にするんだったら、ある程度こうなんだろう、サイドも短くして段もあんまりつけすぎずにやっていかなきゃいけないから、まあその辺はね美容師さんと相談しながらやってもらうと一番いいかなとは思います。うん、まあだってこの時もセンターパートでおでこ出してるでしょ、この時もセンターパートでおでこ出してるでしょ、まあや、うん、まあ眉毛ラインとちょっと長め目のラインの違いだけども、まあイメージはねちょっと変わるけどね、どっちも段をあんまりつけてないっていうね、この時もそうだけど、この時もそうだけど、あんまり段をつけすぎないっていうのがやっぱ若いことよ、この彼の特徴ではあると思う、
パーマをかけたりとかアイロンしてるかもしれないけど、長い毛がこううねうねしてるっていうだけであって、短い毛でこうふわっと動いてるっていうイメージではないんだよね。そこがちょっと違うかなっていうイメージ。ただだから逆に言えばダウンをボリュームを出したかったりとか動きを出したいのに、あんまりダウンをつけてないっていうのは結構セットするのには大変だったりとかするので、まあ、その辺はね美容師さんに相談してやってもらえばいいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。